なんか大丈夫、不安なんですけど。あ、大丈夫だったわ。イエーイ。イエイイエイイエイ。どこ？映りそう。こんばんは。はい、お菓子を作りますなんですけれども、そうなんだけどなのよ。その前にちょっとあの夜ご飯のなんだっけ、あ、ギフトありがとうございます。夜ご飯のなんだっけ、炊き込みご飯をおにぎりにしたいと思います。え、おにぎりでもないな。お母さんの命令で。はい、おか、自分で言ったね。はい、今日ね、炊き込みご飯だったのでたくさん炊いたのね。もっと基本どっちでもいいよ。そうなので、なんかそれがね、まだちょっと残ってて、はい、明日の朝私も食べるので、それをおにぎりというか、まあ、まとめます。はい、普通のお菓子じゃない、あ、お菓子なんですけど、その前にっていうね。何の炊き込みご飯か気になる？あ、ダメだ、片手いいわ。いいよ。あ、ギフトありがとうございます。エプロンしてるの今日。で、今日の炊き込みご飯は、ヒカのリクエストで、鮭とキノコです。え、どんくらいそのサイズ？一杯分？ちゃんと？うん。いい、うん、このぐらいかな。えい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 、あっ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 、はい、これをね、何個かね、ギフトありがとうございます。やつやと思う。ひかね、まだ食べてないんで、明日の朝食べますって言って食べてないんで。そう、あと油揚げも入ってるね。この距離だとコメントが読めないわ、全く。こんばんはしか読めない、ひらがなしか読めない。爪は大丈夫？あ、爪はね、切ったの昨日夜。そう、明日お菓子作りしようって決めてから、もう爪もちぎれて、あ、ちぎれてっていうか、まあ、折れて痛かったから、もう切っちゃおうと思って切りました。そう、ひらがなは読めるのかな。そう、遠くでもひらがなは読めるんです。ちょっとどなたが書いたのかは
ょっとアイコン分かる方しか分かんないんですけど、そう漢字はね画数が多すぎて私のお目目じゃ見えないわ。そうちょっとね ちっちゃい字がね見えないもんで、そう爪ね本当にね伸ばすとねすぐ折れるんですよ。いやなんかいやでもちぎれるが正しい表現なんですよ私的には。本当にマジでちぎれるんです。なんか折れるっていうより横から裂けてきて、あちぎれたって感じ。お菓子だお菓子だわーい。そうちょっと待ってね作り始めるからちゃんと。ママルン美人だってすごい驚いてるよ。大丈夫人映ってない。カルシウム足りてる？カルシウムって何で取れる？小魚。小魚食べないね。他に小魚以外、あ牛乳？飲まないな。ヨーグルト。あヨーグルトはたまに食べるね最近。はいはい。取ってないな。小魚は本当に食べない。え爪ちぎれない？たまに。うんちぎれない。そうだ。もう絶対嘘ついてるよ。絶対嘘ついてるわ。やばちぎれたことない。できた。オッケーできた。ほらこんな感じで足で撮れます。でも写真撮ったじゃん、うん、てっこご飯って具材何入れる？うんなんかいろいろだね。あの鶏の時は揚げときのこと人参とかな。鳥、うん、その時によって、うんね、今日はなんかひかが鮭の炊き込みご飯が食べたいよっていうわがままを言ったから鮭とキノコになった。はいはい終わった終わったから、はい行くで。ここからここからや本題はやりたいことはこれじゃないんだよ。粉をはたいとくってどういうことですか？ふるいで型に？そう型に、バターは？バターバター塗ってその上に小麦粉をパタパタパタって茶こしみたいなやつでやる。茶こしか。後ででいくか。後ででいく。いやでも下準備って書いてあるからやろう。バター、バター薄く塗ってて分量外ってことは、ね、何グラムくらいいる？あ、がっつり冷蔵庫バターいるかな。でもその方新しいしが急にいっかとか炊けないよ。炊けないってどういうこと？あのバター塗って粉をするからつく、うん、分かるよ、それは分かる。それはあの、ねお菓子作ってきてるから分かるバカにするなよ。いっか、くっつかないかな。うん、と思うけど。それでくっついたらお母さん。心配なの。たこ焼き。あ、やだ、油はやだ。あ、プラメキタってよかった。バター塗ればいいの。塗るか。うん、塗ろう。入れてるわ。ダメだなって思った。ってことは溶かそう。あちょうどいい。あれ？あ大丈夫あるよ。もう一個。びっくりした。
引っ込むまでびっくりしたバター持ってる。あれなんかめっちゃスカスカやんと思ったら後ろに箱がありました。もう一個よし下準備や。え普通にチンすればいいよね。あ、焦げるかな。なん、え、30秒くらい2、30秒何も600だった30もしなくていい、あんな少なかった20てかさ、あのバターそのまま飲んで塗ればいいよ。え、普通溶かしてじゃない。何溶かさない。え、溶かしてだよね、みんな偉そうに言ってるけどさ、すごい腰に手を当ててさ、私が正しいわよみたいに言ってるけどさ、絶対違うって。あんた何歳おばさんねえ。あ、ま、ももるん、手映ってたよ、今。ちょっと調べよ。ちょっとどっちが正しいか調べよ。え、ちょっと待って、調べたことどこで大丈夫、映ってない。うんうん、怖いからこっち。あ、どっちもあるわ。え、どっちもあるのかな。そのまま塗ればいいよ。いや、いや、待って。なんか溶かしバターとか何も書いてない。うん、だからねえ、ママルンの味方が多いって。なんでみんなヒカのファンでしょ、ずるくない。溶かしたらさ、ハケいるでしょ。ほら、でもパウンド型はほら、あ、でもバターと粉をするよ。はい、すいませんでしたすいませんでした、私が間違ってました。どうやって以上ラップで、はい、持って飲んで、分かるわ、それくらいそれくらい分かるわ。え、じゃあ茶こし出してよ。あれ、茶こし、え、茶こしじゃなかったっけあれ、うん、あ、待って危険だ、ダメだ、危険だ、疲れちゃう。茶こし、あ、長いこと使ってないけど、どこやったん。あ、ギフトありがとうございます。茶こし紛失事件、あれ、もうちょっとカメラ向けて、はい、いいよ、完全に、うん、その白い棚のところは見えない。ほら、バター塗れちゃうよ、塗っちゃうよ。これさ、バター塗るだけじゃダメかな。いいと思う。いいよね、めっちゃ白いレシピ通りに従わない親子レシピに従わないです。じゃあ、はい、なんか自分流にちょっと変えてさっき調べてたらさ、バターだけでもなんか全然取れるらしいから
シピ書いてねくださって、ね、載せてくださってるからすいません、下がわないわりこれあと 30g。 あいや、レシピはね、ちゃんとね作る、お菓子作り本当は分量とかを間違えると全く違うものができるんで、ね、正しくやらなきゃいけないんですけど、まあ、型くらいはいいだろうということで、バターは50あるから30。にぎやかだね、にぎやかだよ。ひらなきゃもういつもこんな感じ。そう、大型だからさひらなきゃの言い訳大型だからちょっと大雑把なんです。20秒で全然溶けてないんだから見て。何ワットにしたか。600ワット。ママルも大型。大型やんな。そうだね。え、だよね。そうだから言い訳はだから下準備の段階なんだよ、知ってたみんな。薄力粉、薄力粉、ちょくちょく止まる。あ、嘘。なんか Wi-Fi です。ちょっと一旦切ったらそっち。え、そっち切ったらだって、そこじゃない、いらないやつ。もともといつもつけてない、動き遅いから。え、動いてる？うん、無事にできるんでしょうか。あ、大丈夫、いつも無事にできてるから。頭に小麦粉、あ、かぼちゃ先生じゃん。小麦粉つかない、つかない、逆だった。
さ、今お母ちゃんに話してるんだけど、あ、はい、もうさ、この量りをさ電子に変えたいんだけど、私的にこれもね、すごくいいと思うんだ、いいと思うんだけど、でもね、こっちの方がね、いいよ、あの針の方が、もうそうなの、お母さんはね、このスターチ、ちょっとね、このスターチ 5g なのにね、こんなにたくさんあるの。いや、あの言い訳聞いて、これしかなかった。ヒカルンがボールに粉入れて頭の上でひっくり返してみよう。いいことあるよ。いいこととは。もうお風呂入ったのにヒカ。何使うん？なんか何にも使わないあんまり。ベーキングパウダーとかはさ割と使ったりするんだけど。今日一の笑いが取れるよ。だってやだ、お掃除大変なんだよ。いや、お母ちゃんじきじきにやめてくださいって来たから。あれでしょ、もしやらかしたら自分で片付けなさいでしょ。自己責任。光の加減で髪金っぽく見えるね。確かに、あ、まあ金っぽくなったんですけど、そう、なんか金茶って感じ、ちょっとくすんだ金茶って感じなの。今色落ちしちゃってね。オッケー、フリフリするやん。あー、かわいいね。あー、かわいい。もうメイス入ってくるかな。いるよ、ヒカの目の前にいるよ。今ね、今おばあちゃんのところいるの多分。よし、オッケー。行くね。いる玉に砂糖、蜂蜜、塩。ボール出さなきゃ、危ない危ない。ボール出さずにどこに落とそうとしてたやろね。よし、うん、おとなしいね。そうね、なんか何もなければ基本的におとなしい子ですよ。車取ったりするとね、ものすごく増えるんですけど。卵割ります。いやいや、卵割ります。そしたら、はい、蜂蜜。これからだ。蜂蜜 10g。 よいしょ。これさ、もうさ、少ないんだけどさ、出ないんだよね、あんまり。頑張って。これ今出てる最中？あ、出てるわ。頑張れ、最後の最後まで出し切るんだ。力を出し切れ。出たか？お主出たか？
いだろう。もう空っぽなんだ。出てこないわ。でこっち出てこない。足りた。うん、新しいなるか大丈夫。イエーイ。いいね、やっぱり新しいな。蜂蜜っていいよね。大好き蜂蜜。なんかさ、マヌカハニーとかあるじゃん。なんかナッツ入ったやつとかさ、ナッツ漬けとかさ、あれマジで大好き。美味しすぎるんだもん。あとお砂糖30、お砂糖、お砂糖、お砂糖、はい。久しぶりのお代理画質って来てる。画質荒いって許してみんな。そしてもうしばらくしたらちょっと音が大きくなるので皆さん音量気をつけてください。ハンドミキサー使うので、あの音がちょっと大きくなります。はい、お塩ひとつまみ。さあハンドミキサーの出番、イエーイ。あいいよ、あなたの声で。それは失礼いたしました申し訳ない。あ、やばい、 Wi-Fi またなんか Wi-Fi じゃないな。そっか、あ、湯煎だわこれ。今のカツンが起きようと。あー、ごめんね、ごめんね、騒がしいお家なんです、許してください。はい、行きます。音大きくなるよ、みんな気をつけて。10秒待っ、あ、10秒、20秒待つよ、時差があるから。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、タイムラグない？大丈夫やった。なんか、あ、じゃ大丈夫そうなんで、はい、すいません。
あるから意味ないって。言ってなくない？言わないでおけば。いや昨日なんかまあうっすら話はしたんだよ。どっちでもどうぞ。まあ言うわ。うっすら気づいてると思うんですけれども、今日はレモンケーキを作ります。はい。すっごい今更でごめんなさい。ごめんなさい。聞いてなくない？そうですよね。もう炊き込みご飯に全部頭持ってかれたから。はい、レモンケーキを作ります。はい、なんかね、もうレモンケーキといえば夏でしょっていうことで、8月中に作りたいという願望を持って私は今日作らせていただきます。はい、それでは機械音スタートします。
かいろんな使い方してますよ、レシピ見てると皆さん。なんかね、どんぐりとかにしてる人もいた。そう。レモンといえば、前よく着てたレモンのワンピース。確かに、あれね、お姉ちゃんからね、お誕生日でもらったお洋服で、今はもうあんまり着てないんですけど、ずっとね、残ってます。そう。レモンの入れ物、うまい。ママルンからはないかな、あんは。あー、ギフトありがとうございます。もう全然なんか角が立っ、まあギリギリ立たない、折れるくらいまで、何ですか、泡立てないといけないんですけど、とりあえず手が痛いしかないわ。でもマスクなかったら光るんに惚れるとかって、マスク外してもいいんですよ。もうなんか学校にね、学校のなんか給食の時に使ってたやつしかなくて、いやね、もうなんか着ないんで、そんなに回すもんなんだ。そうですね、泡立てるのに結構時間かかるんですよ、ね、特に普通に卵1個入れたんで。
炊き込みご飯混ぜるし粉々なのにベチャベチャじゃん、お餅みたいになっちゃう。台無しとか嫌だな。
こにこやん。もうちょっとママルン出番や。私の腕が限界だ。左手やろ。大丈夫。いや大丈夫。まあもうちょっとできるから。え本当に来てくれる？うん？ブイーンって回してんの。泡立ててんの。マジ全く聞こえん。は？は？はい？本当に聞こえんから。あのわざとじゃないね。本当に聞こえんから。は？い？卵黄も一緒に。あ、でもこれもう倒れるか。いや、お辞儀じゃないわ。まだ普通に立たないわ。なんか喜ぶところがおかしい気がする。やってくれるって。あげていい？うん？あげていいよ。あの角立って折れるくらい。わかるよね。いやだって久しぶりじゃない？ね？うん？
るって。頑張ればなるの。ほら元気があれば何でもできるでしょ。元気でしょ。絶対元気じゃん。ちょっとスピードアップさせたんで、ひかね、ちょっとショールームで音入っちゃうかなと思って、音小さめのやつでしてたんで。最大だって、最大出力でやっております。元気ですか。元気があれば何でもできる。急なやろうよ。待って、あ、いいんちゃう、もういいよね、うん、いいよね、うん、いい、諦める。大丈夫だって、見えないから。やめて、これやめて。怖い怖い。ありがとう。ママルン大好き。ママルンも大好き。やってくれると思わんかった。でもママルンもじゃない、え、ママルンもじゃなくて、あ、じゃあママルンもヒカのこと大好きだよって言ってくれな。気持ちは伝わらんから。オッケー、ごめんなさい、うるさくて。そしたらほんむら、さっきね、くるくるって。俺もママルのこと好きやで、やって。今すぐカメラ変えたいわ。私もって言ってるから。そう、今ちゃんとこれやって言ってくれてたからね。あー、ギフトありがとうございます。よかったね。もういらんよ。はい、今ね、こんな感じ、粉入れて。見える？見えるね。そう、まあ、粉入れてさっくり混ぜます。すげえ。そしたら、バターと、バター、これバターね、ちょっと今倒したら全部見えちゃうから、見えちゃうとこぼれちゃうから見せれないんだけど、バターこれね、さっき皮むいて刻んだレモンの皮、と絞ったレモン汁、あー、これも見せないように、ごめんね、入れて混ぜます。
ばい、これも見せすぎたやつ倒れちゃうわ、こぼれちゃうわ、やった。で予熱するの忘れてた、普通に。予熱180度、いけ。そしたら生地を型8分目、クライム、あ違う、9だった、棚の上。あ、これね、梅酒じゃないの、干し椎茸入ってるの、梅酒じゃないんだ。そう、ケースもね違うよ、しいたけが入っております。たぶんばあちゃん自家製のかな。え、なんか変な音したけど大丈夫ですか。大丈夫そうです。待って、生地がさ、普通になんか皮下の方に対して少ない気がする。6個もできないかも。メレンゲっていうか泡立てると結構か。そう、でもじゃあ4個にすれば。ん？じゃあ4個にすれば。4個？失敗してないよね。それだけが心配。わかんない、でも型のサイズがさ、ほらなんか違ったとかもあるじゃん。焼けば膨らむよ。生地をね、かき集めたらね、ここまでができるよ、ちゃんと。ちっちゃいかもしれないけど。ね、最後まで綺麗に取りましょう。
系じゃない？ちょっとね、こぼれちゃったところは拭きます。飛ばした落としちゃったところは拭きます。できました。今ね、こんな感じ。6個はできなかったわ。それまでお暇です。これ焼いたら型から溢れるくらい膨らんじゃうんじゃ。しかもね、それは思ったんだけど、なんか9まで入れていいって書いてあったからレシピに。そう、9分目まで入れていいよって書いてあったから信じた。レモンが丸ごと入ってないよ、入れ忘れてるよ。いや、まあ食べようと思えば食べれるんだけど。入れません。そう、レモンの形だよ。喉渇いた。いや、でもレモンケーキが完成して、みんなで完成したねって言って飲むのがいいと思うから、飲まない。余裕でもぐもぐできるもんね、レモン。そうなの、そう。え、余裕で食べれちゃうの、普通のレモンも。私、そう、普通に食べれちゃう。え、なんかまあ酸っぱいっちゃ酸っぱい。いや、まあ酸っぱい、うん、まあ美味しいんだよね、普通にね。とりあえずおでこのキャッチフレーズやりますか。え、またやるの今日。いいけどさ。はい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 、見て。いいよ、じゃあね、じゃあね、これがラストだよ、もう。みんなのハートに光を照らすテカルになりたい、平野テカル。私のおでこは光源です。あ、ほらほら、輝いてる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 。はい、ありがとうございます。ほら、いい感じに輝いてるよ。今日なんか真っ赤にならないわ。もうなんか昨日やったことによって慣れちゃった。
慣れちゃった。あ、かわいい、いい感じ。はい、もう当分やりません。なんかすっごい目で見てくる人がいる。さっきみたいに可愛さ出てないよ。もっと全力でこうだよ。なんかさ、ファイティングポーズに見えるんだけど、なんで？また前保管庫素材が増えました。恥ずかしい。ちょっとした闘争心を込めて。怖いな、ちょっと。Pカーブって何？なんじゃー。初めの一歩読んだら分かるの？今ね、ちょっと見せようか。こんな感じで。カップケーキみたい。大丈夫大丈夫。大きい方がね、食べ応えあるでしょ。でも裏にしたら置けないよ。しぼむって、きっとしぼむって。多分多分しぼむから。不安になってくるじゃん。むしろ6つに聞いたに分けた方が良かったね。どうなんだろうね、分かんない。なんかすごい、うんうん言ってる人いるけどさ、4つでいいよって言ったら誰ですか？だって9分目のまで入れてて、レシピに書いてあったもん。なんでめんどくせえこいつ、一貫しぼむって言っとけばって思ったでしょ。
10分目はだって全部いっぱいじゃん。9だったよ、ちゃんと計算した。多分熱いよ、熱いよ。言ったやないかって顔しするんじゃない。あーごめんね、空気抜いてただけだよ、空気抜いてただけだよ。大丈夫、きっとしぼんでくるって。ねね、これさケーキクーラーとして使えるよね。さっき洗ったよ。なんかさ、本当はこれなんかグリルかなんか用らしい。なんか初めケーキクーラーとして使ってたんだけどさ、綺麗に取れるかな。もっちゃん、あーやばいやばいやばい。2つ出てこない。え、しかもちょっと待ってね、生か確認してなかった。中焼けてるか全然確認してなかった。あ、全然大丈夫、つかないつかない。もっちゃん熱いよ、熱いよ。なんか今日久しぶりにお菓子作ったな。お菓子一応できたな。ちょっと待ってね、今完成を見せるから。とりあえず、あ、ギフトありがとうございます。いや完成じゃないよ、焼けた、焼けた状態。まだねこれね完成じゃないんです。え、見える？これね外すときにちょっと欠けちゃったんだけど、輪ゴムが気になる。こんな感じ。ありがとうございます。そしたら少しだけ待ちます。粗熱取ってね。青がない？うちはない。あーダメダメ、ちょっと待って待って待て待て待て喜んで取りに行くんじゃないよ。出たよ、持ってきちゃったよ。懐かしいね、髪の毛長いし黒いわ。これさ絶対さこういう用途じゃないからね。応援する、ほらヒカルン、ヒカルン気づいて、ヒカルンの推しだよっていう用途だからね。ねえ違うもの持ってきてよ。これさ数少ない私のグッズなんだからさ、家にある。ほらほらほら、見た見た見たこういうことが起きるの。
え、もうなんか手で触れるくらい冷めたんだけど。すごくない？え、よくない？はい、出番終了。そしたら粉砂糖をね、粉砂糖60、横から見た時のさ、なんか形の分かる下から分かる、なんか膨らんだ部分がさ、下からさ、なんかさ、むにって出てるの。鈴カステラベーキングパウダー入れすぎたかな。いや、なんかさ、1.5g だったの、ベーキングパウダー。1.5g って分かんないなと思って適当になんかパラパラって入れといたのよ。どうしたの？お、ママどうしたん？からなんかあのグラスなんだっけ、何コーティングだっけ、グラスコーティングっていうのをするんで、今粉砂糖とあとレモン汁、またこれを入れるんだよね。でこれを入れて混ぜます。全然意味が分からん。何の歯？え、何考えてんの？ちょっと待って待って待って、おかしいおかしい、あの使い方違うってねえ、空気入れ使ってあの冷まそうとしとるやつがおれんけど。ほらももほらもも怒ってるから。ごめんまっちゃん、いや用途違うから、まず みんな可愛いだって。ほらファイティングパラ、またファイティングポーズしてるわ。ちゃんと冷たいね。ねえ、もうちゃん、もうちゃん、お母さんもうちゃん。なんか痛いことしてんなって。もうしない。もうしない。はい。あ、うん。どうも。いや、ダメです。やめてください。え、待って待って待って待
上に、そしてもう一回ちょっと200度にね予熱をします。余熱をして、乗っけてグラスコーティング、これをね、あ、これがんどれだろう、一番綺麗なのどれ、あ、ほら網網の跡ついちゃった、網網の跡ついちゃった、いろんなところに砂糖した落ちたかも。よし、そしたらつけます。これさ、ちゃんとさ、形潰さないとさ、平行にならないわけ。欲しいのか、ちょっと待って、これ終わったらあげるからさ、もうね、いや本当に工程が全然見せれなくて申し訳ない。ちょっとね、本当はさ、上からね吊るしたいんだけどね、吊るすところがなくてカメラを。ももがね、おやつ欲しくてね、冷蔵庫の前で待ってるの。大変だな、あとね、今余熱してるからちょっとだけ待ってください。もう8時じゃん。売ってるの、なんかつけたなんかつけた、グラスコーティングというものをつけました。なんかお砂糖みたいな、お砂糖をレモン汁で溶かしたやつですね。200度の予熱遅いな。今冷蔵庫の前にいたらもらえると覚えたのか。いや、もらえるわけじゃないんだよね。冷蔵庫の前にいたら必ずしももらえるわけではないんだけど、そう、でもそう、おやつの時は冷蔵庫のところから出るのを知ってるから、なんか待ってるみたいな、なんか欲しいなっていうアピールっていうかね。
そんな感じ。待ってて、暗い顔してんねん今。すっごい暗い顔してんの。これをもう一回ちょっと乾燥焼きみたいなのをして、乾燥させたらもう一回焼いたら完成。乾燥焼きなんか溶けないよね。なんかでも乾そう、しかも持ったんだよね。なんか乾燥焼き、余熱した分なんか表面が乾くんだって。ママルンと喋りながら配信してるといつもより方言が聞けて癒されるだって。うんって。ヘアクリップなど、あ、気づいた？そう、バナナの。ここで結んでバナナで染めてるんです。そんなバナナ。あ、もうちょっとできそう。あとね20秒。しばらく触んない方がいいな。しばらくこのままにします。でも完成したよ。ギフトありがとうございます。
こんな感じです。買ってきてないもん。ちゃんと作ってたでしょ。工程見てたじゃんみんな。手元映ってなかったけど。あ、ちゃんと乾燥してるわ。下に溶けてるやつがちょっと固まってないやつがちょっと見てみて。どうぞ。大丈夫、タクラ大丈夫、タクラ大丈夫。いいじゃん、あのみんなにサービスしようよ。テクラ映そう。いや、それ脇。いいよ、じゃあ、はい、持ってってあげるよ。いらないかな。はい、こんな感じで完成しましたので、中のもうみんなでわーいってやろう。全部は食べないから。プラメには一応送るつもりでいます。写真撮るの忘れなければ。あとでね、キカが食べるときに撮る。はい、それでは完成しました。イエーイ。はい、ウィルキンソン。あ、今日はね、めぐみと野原のコップです。はい、それでは乾杯。イエーイ。おいしい。え、お母ちゃん食べてよ。今日この時間に食べんの？お母ちゃんが食べて感想言ってよ。何それ、ひかるでこの時間に食べるの？これ綺麗じゃない？え、汚いって思うの？うん、うん、え、違う、写真用に綺麗なやつこれかな。はい、いいの？本当にいいの？食べていいの？半分ずつだって、半分ずつにしたら。もう一回今使った？うん、飲んでんで。はい。いただきます。正直に言うよ。怖いんですけど。待って、みんなに先にあんしてあげるよ。君のはない、ごめん。はい、みんな、あーん。めちゃめちゃ美味しい。うん、うまっ。これちょっとびっくりした。ふわふわ。え、めっちゃ美味しい。うん、レモン効いてるね、ちゃんと。うん、え、これは美味しいだろ。
うん、おいしい。うん、一番の出来じゃない。うん、形さえ良ければ完璧。やった、大成功。形さえ良ければ100点満点でした。甘ったるくない、全然甘ったるくない、うん、え、むしろなんかすっきりさっぱりしてる、すってくるよね、うん、99点、うーん、85点。そう、美味しいけど、形に結構もう、ね、そう、持ってかれる。味は美味しい、本当に味は最高。できました。あと1個ずつね、みんな、うん、なんか形落ち着いてきてない？え、潰した。急に私が先潰してきました。あー、ごめん、あの ももがね、あのお菓子が欲しいんだって。あげるよ、おいでおいで。何欲しい？ももおいで、おやつあげるよ。何欲しい？何あげたらいい？ジャッキー。ジャッキー、はいはい。おめちゃん。あ、わーわー。ももと梅もおやつの時間です。梅。梅おいで。じゃん。食べたいね、待って、ママ来るまで待って。あ、ギフトありがとうございます。早く欲しくて仕方ないんだって。あげてないの？だって梅が来ないと。待ってね、うんうん、食べたいね、食べたいね、うん、食べたいよね、うん、食べさせろって言ってんでしょ。怒ってるよね。待ってね。うんうんうん。欲しいね、欲しいね。待って待って。同時に与えないとダメな。そうね、そしたらあの食べとくと忘れるんですぐ。そうだから、あれ俺の分はってなっちゃうんですよ。そうなので、同じタイミングであげてもうないよって、そうするんです。梅おいで、みんなに挨拶しよう。あれ、かわいいあたちを見てください。あ、それあんたが食べれるものです。はい、キューじゃないよ。はい、うみちゃんできた。はい、ということでね、今日はねレモンケーキを作りました。
はあ、本当にありがとうございました。お疲れモンケーキ、あ、うまい。カロン今日もご機嫌ね。ご機嫌よ、いつもご機嫌よ、多分多分あ、ギフトありがとうございます。今更だけどおでこ広、そうなのです、おでこ広いのです。6センチあります。わかりました、6センチあります。ギフトありがとうございます。そう、生まれつきおでこがひどくて、 ひどくて、おでこ、待って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 、怖い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 、おでこがひどくてって何があっておでこがひどくて、あ、ギフトありがとうございます。どうしたおめ、かまってほしくて来たん。遺伝？おでこ広いの遺伝？あ、広いね広いね、お母ちゃん。そう、え、広いやろ、測ってみ。そうしよう、ちょっと待ってね、また言えよ。5.5 くらいだって。昔はね、なんか6センチになったんですよ、測ったら。お父さんはやめてあげて。え、でもお父さん気にしてないよね、全く気にしてなさそう。気づいてなさそう、やばい。やってことはさ、お兄ちゃんも広いかな。でもさ、姉ちゃんはさ、そんな広くないじゃん、確か。ってことはどうなんだろうね、お母ちゃんだけか。狭いよね、めっちゃ狭いよね。でも兄ちゃんもさ、そんな気になったことなくない？広くない？っていうの。ヒカがダントツ広いんか
だから目がいかない、そんなに身長差じゃない、身長ちっちゃいのにデコは広いなってことですか違う違う違う、お兄ちゃんを見上げて喋るから、ちょっと測りたい、測ってきてよあの眉毛から、眉毛の上からあの根元までここら辺を測るってこと、あそう、ここあのこの歯の、この生え際ねメジャーじゃなくていい、あなんかそのまま、なんか多分ねそのまま縦の長さでいいよ、まっすぐにして、あこうじゃなくて、あそうそうそう、こうじゃなくて、うん、そうスティック測ってきてもらうわそうおでこ広いんですひかまん、だからもともとおでこが広かったから昔からねおでこ出して生活してたんですけど、そうだから小1の時とかね、あの前髪もねなんか伸ばしてたので後ろで結んでましたね。パルン控えるんより身長低い、うんお父ちゃんは身長控えるよりは高いですよ。測らせてくれるか、あ大丈夫、きっと優しいから測らせてくれる。おでこの測り方詳しいな、なんかね昔なんかでやってたんですよ。そうでなんか8センチあったらハゲ確定って言われるんですよみたいな感じで、まあ、実際なんか、まあ、それぞれ基準があるだろうし、なんかそんないろいろあるんですけど、そうそれを鵜呑みにしてはいけないんですよ。しかもうろ覚えだし、何センチ？ここからこうやっての状態で、そうここ、うん、浮いたところ、うん6.5 から7、え待って待って嘘、しっかり6.5 から7って感じやったけどな、 6.5 広いなえごめんお母さん間違えた、測り方間違えた、このあたりでしょ、お姉ちゃんお姉ちゃんお姉ちゃん、ね、6だよやっぱり一番広い説えちょっと待って、8センチはハゲ確定なの、え分かんない、なんかそのテレビなんかそういう風にテレビっていうか中でやってたんです、ちょっと待って測ってくるわ、6 そう、なんかお兄ちゃん嫌そうな顔してたわちょっと何ってはい6です、ウケるデコヒロ選手権でもしてるのか、そうね、でも6って言ってもお兄ちゃん多分6ちょい あると思うから、6多分一番広いのきっと、 6.5 から7 7はない、絶対7はないって今ちょうどねパソコン触ってたから余計に嫌な顔何手見えんのやけどっつって、はい、6.5 まあないくらいだが、お兄ちゃんが一番広い、あお父さんやな、お父ちゃんお父ちゃんが一番広くてその次がお兄ちゃんかなはい、だから金メダルはお父ちゃん銀メダルはお兄ちゃん、銅メダルはヒカくそ銅メダルかくそ銅メダルか、どうせなら金メダル待って笑いすぎて熱くて顔真っ赤になっちゃったババはだってババそんな広くないよね
ちゃんと眉毛の上からまっすぐだよ、まっすぐにして逃げるように、ねえ、ちょっと待ってね。出てくるの待ってるわ。やっぱ次々とあの氷川の家族のデコの広さが暴露されていく。アネルにも LINE で聞いて、いや絶対あの多分今仕事してんじゃないかな。仕事してそうだから聞きますねって怖いもん、なんかえっめんどくさいって言われそう。え、やだめんどくさいって。で何時までやる、もうちょっとしたら終わろうかなと思います。ひろのきにぎやかですね。そうですね、いつもこんな感じですね。こんばんは。今8時28分だけど、そうなんだよね。まあ30分5分40分くらいしたら 5.5 ぐらいかな。 5.5? あ、じゃあそんなだね。あ、何センチだっけ。あ、5.5 って言ったっけ。あ、そう、 5.5 って言った、確か。優勝だな。お父さん優勝。お兄ちゃん準優勝。大丈夫、ヒカルも頑張れば。でかい、頑張ればってどういうこと。頑張れば金メダル取る。どういう頑張り方ですか。まあそんな感じですね。はい、伸びしろですねって言われちゃった。お父ちゃんはきっと頑張った証やなって。こんばんは。じゃあそうだな、ひかの子供も広くなりそう。どうだろうね。もうでも30分だしいい時間か。ではランキング、あーでも9時まで やろうかな。全然おしゃべりしてたいかなーと思ったんですけど、そう、あと30分くらい。え、なんかめっちゃ汗かいてるんやけど、なんで？すっごい暑い。ちょっと待って、とりあえずケーキを移そう。そのお皿？え、どのお皿？これ？いや。横長のとかは？そんな長いやつ。なんか緑がないと寂しいの。ブロッコさん。緑で全部ブロッコさんいいと思うなよ。なんでもなんでもブロッコさん、ブロッコさん言いやがって。もうブロッコさん当てにしすぎです。ナナ
T シャツ。そう、今日金沢 T シャツです。ね、後でお風呂入っていい？もう一回。いいよ。めっちゃ汗かいてるんだけど。いいよ。後でお風呂入ろう。ブロッコさんって知り合い？ブロッコリーです。ブロッコリーです。ブロッコリーのことをブロッコさんと言います。むしろ台所を片付けたのか。片付けてない、片付けてないよ、片付けてないよ。片付けまでが料理だよ。わかりました。何の汗やろ、本当に何の汗やろうね。自分でももう笑いすぎの汗かな。レンジ冷めた？冷めた。ガルンは子供にどんな教育するんだろうな。どんな教育だろうね。将来のことは分からんですよ。もしかしたら仕事でバリバリ働いてかもしれないし、そう、まだ結婚するとか決まってないから。決まってないから。海に行かないで。いや今のところ行くつもりはないよ本当に。いや行く、そこ、ここで行くって言ったらやばいんだけど。まあそうですね、まあ、まあ、そう19だよ。でももう二十歳になってほしいんだ私としては。もうお酒が飲めるようになりたい、もうそれしかない。気持ち的には二十歳になってっていうのがね。毎日漫画読んでそう。いやひかでもね、いつも今も毎日漫画読んでるわけじゃないから、そう大丈夫、それは大丈夫。10代楽しみなさい母ちゃん。10代で楽しかったことは友達。友達少ない私にそれ言う。他に なかった？他に、うん、いろいろあったと思うけど、まあでも基本友達。よかったね、よかったね。だそうです。まあね、ヒカはね、メンバーいますから。カレンちゃんもいる、ミスハもいる、ハッツもいる、たくさんいる。サヤリンも、トカちゃんも。楽しみましょう。今ね、なかなか会える状況ではないですけど、盗んでバイクで走り出す、盗ん、今日歌っとったよね、なんか。そう、ヒカがね、バイクの免許を取りたいって言ったら、歌い出して急に。
そうね、学生ではないからね、もうね。からバイク足つく、わかんない。でもすごい、あの免許取りたくて。中型は絶対つかないよ。え、それはもうつかないと乗っちゃいかんの？絶対無理。いや、片足でもつけばよくない？でも今わかんないけど、起こせなかったら取れない。自分でバイクを起こせない人は取れない。うん、それは知ってるの。倒したバイクを起こさないとダメだよっていうのは知ってる、ね、知ってるよ、知ってるけどさ、わかんないよ。ヒカだってすごい、もしかしたら腕力あるかもしれないじゃん。すごいムキムキになるかもしれないじゃん。マッチョになるかもしれないじゃん。そう、まあ撮りたいな、まあ思ってるだけで、今のところ撮るつもりはないですけど。そう、撮りたいなって、そう、撮ってみたいなって思ってるよっていうだけ。仕方ない、後ろ乗せてあげる。え、バイクって OK なの？後ろ乗っけるの。いいな、乗りたい。いや、車の免許は便利っていうのは知ってる、分かってる、分かってる。それはでも散々みんなに力説されたの、力説されたんだけどね、うん、そう、取る気にはなれない。私は正直乗れるよ。ん？車の免許持ってたら原付は乗れる。いや、バイクがいい。うん、勧められたら嫌なんやな。うん、全然。もともとね、ヒカ結構取るつもりないって言ってたよね、うん、結構前からずっと取るつもりないんだよねみたいな話はしてるんですけど、サイドカーでもいい。あれか、なんかちっちゃい車でしょ。楽しそう。ゴーカート。そうそう。うん、まあね、今のところ撮るつもりはないから撮らないですけど。まあ、バイクもね、なんかまあ、うん、なんかまあまあ撮りたいなとは言いつつも、まあなんかただで撮れるわけでもないからね、そんな簡単に撮れるもんでもないし、まあ考えてって感じですかね。うん、そう、お風呂。沸かしといてよ。若いうちに撮った方が撮りやすいよ。ああ、そうなのか。あ、ギフトありがとうございます。
ね、そう免許、そうなんです、免許取るにお金かかるんですよね。そうそうなんですよ、そこがね。何？二度見しましたけど何ですか？プリプリ今ねちょっとじっとできなくてね、お尻プリプリしてるのギフトありがとうございます。いやまあでもきっと撮りたいなとか言って撮らないんだろうな、ヒカは。だって撮って逆に、まあ、次バイク買わなきゃいけなくなるじゃん。でしょ？そうだよね、だから多分場所移動しなくても大丈夫。うん大丈夫、あと18分くらいだし。仕事終わってやっときた。こんばんは、こんばんは、どうもどうもこんばんは。バブ欲しいん？あ、いいよね、バブいいよね。何？歯磨きの音聞こえるの？歯磨きの音？正解、誰か歯磨きでもしてるって言ってるわ。あ、ギフトありがとうございます。すごいヨーヨーがいっぱい飛んでくる。こんばんは、こんばんは。鮮明に聞こえたよギフトありがとうございます。久しぶりのヒカルーム、やったね。ちょっと9時で終わっちゃうんだけど、長めにやっててよかった。ギフトありがとうございます。なんでお尻フリフリしてるんだ。いやなんかじっとしてられないんですよ、なんかどっか動かしてないと落ち着かなくて。そうなんかなんかお尻プリプリしちゃってあら、うみちゃん来たの。うみちゃん来たの、来たの来たの。えい、いいし、重たいね。ギフトありがとうございます。カラー歯並びいいね。え、ありがとう、嬉しい。かわいいでしょ、みちゃん。リジナーごめんね、今配信してるからちょっと待って。おでこりん、そう今日はねでこ出して、さっきねお料理配信してたんで、お菓子作ってたんで邪魔で前髪あげてます。ギフトありがとうございます。今更だけど光る星って何、星って何、見たかった。あ、完成品だけあるよ、こちらに。ちょっと見えないんだけど、こうやって俺これ以上下ろしたら多分見えなくな、あの落ちてっちゃうんだけど、レモンケーキを作りました。歯科矯正、あーまあぽいのをやりましたそう、スキッパがだからなくなった。歯並び綺麗だねって言われたの。そう、スキッパがなくなったんです、私。
配信中だよ。ほらアイドルになって。ほらファイティングポーズしてるわ。トレードマークだったのに。ヒカは嫌だったんですよ。なんか生写真とかで結構ねアップになるじゃないですか。その時にねあのスキッパでなんかしかも、まあ、ヒカはね嫌だと言いつつまあなんか別にいい、まあ、いいやとも思ってたんです。もう別にいいと思ってたんですけど、お母ちゃんが何より誰より気にしてて。そう、あギフトありがとうございます。そうだからやりあのなんかねそうピッとピッとやりました。ギフトありがとうございます。あーギフトありがとうございます。いっぱい嬉しい。お話書いてるという初光る楽しみ、あ嬉しい、えやった待ってる、嬉しい。そうみんな明日までだったかな、なのでその13時までだそうです。なので皆さんまだもっと撮りたいとか撮ってないなっていう人はねぜひぜひ。全部数撮ってます。嬉しい、やったー。もう明日で9月だね。早くない？早すぎない？やばい。やっと予定が分かったので、あ、よかった、嬉しい。2021年も3分の2が終わる。3分の2？やばいね、やばいね。ちょっと開催するか。ぜひぜひいっぱい会いにお話ししに来てください。ちょっと画面越しではありますけど、あのね顔を合わすことはできるので、今ねなかなかねなんか。リモートでも顔を合わせる機会ってなかなかないし、まあもちろんイベントとかもねなかなかファンの皆さんと会う機会ってないので、本当にお話し会しかもしかしたらないっていう可能性もあるんですよ。そうなので皆さんぜひよかったら来てください。この角度で見るとみゆちゃんに似てるね。あたまに言われるんですよ。そう、え入ったばっかりだっけ、みゆちゃんに似てるって言われたの。そうって言われたことがあって、そうそれあのそれからもなんか結構何回かちらほらとあのみゆちゃんに似てるねって言われたことあって、嬉しい、あんな可愛い子に似てるって言ってもらえて。11月23日近いすぎました。いやそんなことない、いっぱい会いに来て。ヒカはねもうね会いに来てくれるだけで本当に嬉しいから、もう喋れなくてもいいの、無言でもいい、緊張するからあの喋れないよっていう人でも全然いいんです。会いに来てくれるだけでもう私はね嬉しくてね幸せでねっていう。まだヒカルン歴と短いので取り返さないと。いや別に短いからって別に何も言わないよ、全然今応援してくれてるだけでね嬉しいですよ。ギフトありがとうございます。いっぱい投げてくださって嬉しい。
根元がもう黒いね、ここ髪の毛。なんか聞こえるのは気のせい。あ、気のせい気のせい。それは多分気のせい。光るんは通天閣のビリケンさん似てると思ったことは黙っておこう。ビリケンさんってあれだよね、写真撮ったよね、一緒に。え、撮ったよね。え、あれだよね、なんかこうでしょ、うん、ね、そうそう、似てるんだって。似てる。なんか喜んでいいところなのかちょっと微妙、なんか複雑なんですけど、私的に。その写真見たい。だってお母ちゃん写ってるっけあれ。あ、まあ別に写ってても隠せばいいけど。ちょっと待ってて。いいよ、ヒカが持ってる。これいつ、これえ、小学生じゃない、もしかしたら。日付書いてないかな、どっかに。写真って出せないっけこれ。あ、出せんわ。あ、それね、中1思い出した。あ、書いてある、2014年1月11日。え、14年、今何年。中1ぐらいだよ確か。今何、21やろ、うん、何月。1月。あ、ギフトありがとうございます。14年の、小学校6年生か。小学校6年生じゃない。6年生か。こんな顔。11? え、11じゃない気がする。凍りそうな寒い日やったの覚えてる。うん、めっちゃ寒かった。ねえ。ちょっと見せてもう一回。あ、握手してるわ。大人っぽいな。そうね、なんか前髪ないからね。
笑ってるわ。難しいなと思ってさ。地元大阪に来てくれてありがとうございました。いえいえ、また行きたいです。ユニバも行きたいし、たこ焼き美味しかったし、なんかいろんなところ行ったもんね。串カツ行ったよね、うん、美味しかったし、通天閣も楽しかったし、新喜劇は行ってないんです。あの日帰りだったんだよね確か。いや日帰りじゃないけど、日帰りじゃなかったっけ。いやでもトンボ帰りだったよね、うん、まあみたいな、ほんと日帰りみたいな感じで来たから。そうそうなんです、金沢から1本で行けるんでいいですよね。そう、サンダーバード、雷、雷鳥、バードって鳥やろ、うん、アメリカ村は、アメリカ村行った？行った。あ、行ったんだって。ヒカが覚えてない いいね。ちょっと待ってね。あ、もうちょっと9時だね。いやー、そうですね、片付けしてお風呂入って寝ましょう。寝よう。お、くじをお知らせいたします。ありがとうございます。ちょっと待ってね。もう少しだけ、なんかもう片付けしたく片付けしたくないから、ちょっとね、現実から逃げている。ショールームがね、楽しいから。お、ちょうちん。ありがとうございます、かわいい。明日健康診断で5時起きや。しんどい、頑張って、気をつけて、いってらっしゃい。あ、なんだ、花火かな。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。明日から新学期だ。明日なの新学期。あ、ギフトありがとうございます。あー、おー、すごい、ありがとうございます。かわいい、タコさんだ。ありがとうございます、ギフト。
片付け嫌とか無理ですよ。分かってます、それが現実です。地域によって始まる時期違うからね。そうなんだよね。健康診断受ける病院まで3時間かかります。ああ、そうね、それそうだから早起きなんだね。なるほどなるほど。明日やっとワクチン1回目です。あ、気をつけて行ってきてください。ね、現実逃避中だから今。ギフトありがとうございます、嬉しい。あ、ありがとうございます。2回目のワクチンマジで辛かった。そうなのか、お母ちゃんもね、まだでも1回目だ。そう、1回目打ってきて、でお母ちゃんね、痛かったって痛かった、なんか痛くないの、引っかからしたら本当に痛くないし、まあ人のね体感だからそれでもなんか痛くないって言うじゃないですか。でもなんかそういう人ほどあのやってみたら痛いんだよって言うから、そう言ってるけどみたいに、やってみたら痛いんだよ、あの LINE 来て痛かったってあの言っていい、小学校の話なんか小学校でなんか昔はなんかそのインフルエンザのなんか学校でね受けてたんだよね。そう集団接種だったらしくて、で注射嫌いすぎて小学校3年の時にあの逃げ出したんだってなんか並ぶじゃん、でだんだん迫ってきて怖くなってきて走って逃げて先生に追っかけられたんだってマジで面白かったんだけど、そんなに嫌いかと思って若い人が痛いらしいよ全力で痛がってるわ今。ね、なんか絶対ないわと思って、ヒカはそういうの、ヒカインフルエンザの予防接種でも全然痛くないんですよ。まあ確かに刺さってなんかその針入れて多少痛いけど、なんか別に泣くほど痛くないし、ヒカなんなら刺さった部分とか普通に見てる人だから。そう、でもお母ちゃんは刺さってるところ見れないっていうし、痛いっていうしそうらしいです。ね、そうだからその話を聞いて、あ、そうなんだなって、今までなんかそういうことを聞いたことがなかったから、なんか 痛いの嫌だとか、そう注射痛いとか、なんか逃げ出したとか聞いたことなかったから、あ、お母ちゃんって注射苦手なんだと思って初めてそう、あとね家ではねお兄ちゃんがビビりです、すごい。なんか昔はね、なんか兄弟3人揃って予防接種病院にね受けに行ったりするんですけど、お兄ちゃんが一番ビビってるんです。出して言ってお兄ちゃんが痛いって言って一番ビビってましたそう、なんかヒカと姉ちゃんはなんかもう早く終わらせて帰ろうっていう人なんです。まあ別に痛いけどそんな別に気にしなかったらいいよみたいな、どっか見てたらすぐ終わるくらいのあの気持ちでいるんですけどそう、お兄ちゃんだけ一人超ビビっててそうで病院の先生にも子供の頃だよそうお兄ちゃんはそんなじゃないからねあのそう、でもそう子供の頃ねそうだったから、病院の先生にもお兄ちゃんが一番怖がってるんだねって言われてて、そう、今はねもうそんな、まあビビるってほどビビんないけど、きっとなんかそこはだからお母ちゃんの遺伝なのかね、そんなところ遺伝するのかって感じだけど、今かと思った、今じゃないよ、今やってたらちょっとやばいからね、勘違いしちゃいかん、ごめんごめん。
そう、ヒカは割となんか大丈夫なんですよ。まあなんか怪我で痛いとかあるけどやっぱり、うん、よし、そうだね。いやもうそろそろ現実逃避してらんない時間になってきたからランキングいこうかなランキングいこうかな。お風呂沸いちゃうもんね。そうじゃん うん、お風呂そうじゃん、沸いてるわ。ということでちょっとランキングいきます。お風呂沸いてるから忘れてたいやだってお風呂沸かしたじゃん、冷めちゃう。ひか熱々が好きなんだ。はい、13位谷口ひろきさん、12位のたさん、11位ギャレスアットナナレンジャーさん、10位 WI アット影の守護神さん、9位プリーツアットヒカチューブさん、8位サラキチアットヒカチューブさん、7位無敵のマイキーアットひかるんしか言ってない、ひかるんの可愛さは無敵かぼちゃ先生。そして6位フジッピアとひかチューブ、ひかるんのおでこにラブさん、ありがとう。5位カッキー焼き鳥連合オレンジか、今からお話しするのが楽しみな DD さん、ひかも楽しみです、待ってます。4位ラブカーナアットママルンヒカ、ママルンヒカヒカヒカ、コメント今してしてくれたら嬉しいんですけど、ちょっと続きが読めないっていう私が。あーギフトありがとうございます。はい、読めないんだ私のところじゃ。名前、そう名前、ラブカーナさんの下の部分、ラブカーナとママルン、ヒカルのお手伝いお疲れ様ヒカ向けじゃなかったっていうはい、3位オニール大佐さん、2位ところてんヒカチューブさん、1位ユータとヒカチューブさんです、ありがとうございます。そしてランタンさん、おでこの妖精やられてんのにヒカルにひよってるやついるさん、どういうことはい、ランタンさん、ゆうたさん、オニール大佐さん、ところてんさん、 WY アット影の守護神さん、カッキーさん、オニール大佐さん、サルキチさん、ラブカーナさん、ぶっちゃん、フジッピさんです。多分呼ばれてない方はまだまだいますよね、ぜひ挙手お願いします。あ、コメントしてくれた、ヒカルンかわいすぎたちょっと奮発しちゃった、ありがとうありがとう、本当に皆さんもギフトありがとうございます。そして星とか花火投げてくださった方ありがとうございます。フジッピさん、かぼちゃ先生、プリーツさん、ゆうこさん、赤髪のエマさん、お尻フリフリしときます、カッキーさん、あ、呼ばれたんかい騙されたお、危ない、ビちゃん、ヒカチューブのミケ、大丈夫ですかね、私も久しぶりなので頑張りました、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとうございます。ということで明日から9月なんでね、また頑張っていきましょう、頑張るぞ。はい、またね、できるときにこうやってお料理配信とかお菓子配信したり配信もするので、ぜひ見に来てください、やってたら。はい、それでは本当に皆さん見に来てくださってありがとうございました。そして
今日でドボンのねイベントが終了だったんですけど、本当に皆さんドボン協力してくださってありがとうございました。もうあとはね本当にね入ってることを願うのみ。もうねたくさんやったし、やれることはやったし、はい、願うのみ。はい、本当に皆さんありがとうございました。それでは明日も一日頑張りましょう。それではまたね、バイバイ、おやすみ、おやすみ、ゆっくり休んでね。付き合ってくれてありがとう、長い時間。おやすみ、またね。3、2